どうもトータスです。どうもダイです。やったね、来たね。初登場です。初登場。YouTube にやってきたよ。トータスさんも YouTube 初登場だよ。遊戯王が好きです。遊戯王が好きです。うん、遊戯王が好きです。二人とも。僕まだ初めて1ヶ月ぐらい。このバーバリアンレイジの方がトータスです。ダイです。ベルズ。ビヨンです。ベルズです。よし。めっちゃ緊張してるからね、ダイ君。はい、じゃあ、開封動画をね、やりたいなと思って買ってきたんですよ。コンビニで安売りしてたやつ。これ。ダイさん、これ何ですっけ？プライマルオリジンが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 パックです。やったなぁ。で、これが？です。これは？ダイさん。シークレットエボリューション。うん。が、5パック。で、デュエリストアドベントも5パック。はい。で、おまけに、この、デュエリストの栄光、記憶のダメエピソード、木刀遊戯を3つ、コンビニであるだけくださいって言ったら3つしかなかったです。こんだけあるんやけど、何が当たり、とりあえずどれからいく？どれが、とりあえず一番高いのは、これのシャドールフュージョンが当たれば、マジで全部返ってくるんじゃないかっていうレベルです。マジで？じゃあ、ちょっと、そんなんから言ったら、あとおつやみたいなムードになるじゃん。これじゃあ最後。最後にしよう、最後に。ちょっと、まあ、とりあえず、この、一応、安かったプライマルオリジンを。あ、プライマルオリジンか、うん、じゃあ。これは何が当たり？これはジレアの、うん。アーティファクト関連が出れば。まあまあ、いいかな。あ、いいかなっていう感じ。じゃあ。光ってるのは何が当たりかはわかりません。ジレアがいいです。じゃあ、5つずつ開けていく？とりあえず、じゃあ。最初俺開けていい？じゃあ。じゃあどうぞ。ちょっと開けてください。開け方、なんかこう、ハサミとかで切らんかったら、なんかすげえ叩かれるとかない？なんか、めっちゃ、お前らカード大事にしろよ、みたいな。俺でもハサミで切ったらカードごといく可能性ある。え？これってここでこうやってピッて開けるタイプじゃない？ハサミ。マジで？か、うん。切れ込みがどっかに入ってたはず。え、マジで？最近の遊戯王ってそんなんなってんの？あ、ここに切れ込みが。あ、ほんまや。ほんまやって言いながらめっちゃハサミ持つこと言う。これね、めっちゃ打つのむずいですよ。あ、アーティファクトやで。でもこれはいいんやろ、どうでも。これは、うん、ジリアは。おこれめっちゃ高い今。嘘？これめっちゃ高いです。今確か2800円書いてる。マジで？マジで？来ました。え？もう変えてきたんじゃん。え？これは高いです。やったやったね、これ。これはじゃあ、銀河戦士。銀河戦士。はい、じゃあありがとうございます。はい、じゃああと2800円ください。まあ、ノーマルはまあまあ置いといて。どうしようか、これはもうこっち。うん、ちょっと遠くへ置いとこう。え、ちょっとなんか嬉しいな。しょっぱなからこんなん嬉しいな。はい、次のやつでーす。うん。あ、ゴーストリックとかも入ってるやん。うん、あー、できたな。うん。うん。よし、555が来たよ、555が。3つ目いきます。あ、これこうやって切ってるからね。あ、なんか楽しくなってきた。てか1回目からもうなんか飛ばしすぎた感が半端ないんですけど。いいよ。あ、これは、うん、強いです。いいの？いいです。いいの？やったね。ラグナゼロ。で、俺プライマルオリジン開けんの初めてだからさ、正直何がどうなのか分かんない。でも最近知ったことは、スーパーレアが高いっていうのは知ったよ。うん、入ってる率が少ないからね。あ、なんか曲がってるで、いい匂いがする。ああ、いいやろ、いいやろ。全然。ああ、よかったよかった。ガガガシスターが当たって。これもまあまあ、高い。はい。トータスは最後の1個です。ちょっと攻めて。あ、うん、あんまり反ってないぞ、これ。あんまり反ってない。あ、うわ見て。ちょっと見て、これ。ちょっとこの辺の光り方見て。これあれじゃない？レリーフの光り方じゃない？お。ほら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 。ほら、これよな、これよな、これよな。ドン！おぉ！いいんじゃないこれ。どうなん？いまいち？まあ、これに比べるとどうしても。ああ、なるほどな。で、アーティファクトって聞いてたからさ。ま、でもまあ、俺、え、これ全然、だってこれ、100円？コンビニで。コンビニ100円やった、これ。かなり、100円で、俺今10個やから、1000円。1000円やろ。3000分ぐらい当たってる。マジで
やばない。あ、コンビニの中毒性があるぞこれ。コンビニのカゴで入ってたんで。あと5つ。あと5つ。あと5つ。頑張って。開けていきます。やばいやばい。なんかテンション上がってきてどうしよう。はい。はい。あ、なんかこいつ見たことあるこれ。はい。はい。あ、BK ベイル。お。ティオの小悪魔。あ、落とし穴系のやつだろ。落とし穴系の。うん。知ってるよ。小悪魔って聞いたら落とし穴系やって俺知ってるから。いいやん、いいやん、いいやん。いい感じですね。これマジでコンビニで、ほんまにあれやで、白いおもちゃ、お菓子入れるカゴみたいなやつ入ってる。ポケモンカードとかに混ざって置いてたやつやで。はい。あ、BK、BK。BKB、ヒーや。はい。はいはいはい。おい、お、ジリアのアーティファクト、言ってたやつ。ジリアのアーティファクト、ただしこいつは制限なんで、ちょっとお値段は安いです。あ、そうなんや。暴れすぎました。え、マジでそんなに、ちょっと書いてることが意味不明です。うん、そんな。まあ、あまり見てもわからんかったわ。宝飾銃みたいなこと書いてあった。はい。はい。はい、はい、はい。はい、はい、はい。光ってません。光ってない、光ってない。いや、俺がもう2つ引いたからな、ごめん。トータスに全て光り物を取られた感じです。やばいやばい。何か。なんか、なんかいいやつな。なんかいいやつな。ああ、はいはいはい。光ってませんこれ順番逆が良かったんですかねあ、まあその辺はね、長い間動画やってた人が持ってる力マジ、はい、バーバリアハウリング出て、バーバリアハウリング入ってないけど、はい、そこやな、はい、あ、やばい、はい、あいや、まあ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 、ハズレ引かされました。いや、でもまあ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 、全体的に見て良かったんじゃない。はい、これ何、諸侯の戦士、なんか週末の騎士みたいなやつ。親戚ですかね。親戚やな、なんか見た感じ。まあレアがこんな感じ、9枚。はい。で、レリーフ。レリーフとスーパーレア。これ、本日時点でかなり高いです。マジで、これ2月の17、今日は。17日、初めてビデオカメラを起動した日やからね。いや、いいんじゃないですか、ここまで。かなり、かなりいいと思います。ちょっと100円で買ったやつにしたらかなりいい当たり方をしてるよね。そうですね。だいたいコンビニはレア抜きされてることが多いんですけど。うん、いいんじゃないですか、あそこはこの方をちょっとひいきにしようと思います。このしょうもないやつは、しょうもないとかやったら、クズカードなんてないんだ。バー優勢で。これ、これな。これはあれやんな、俺も指定で。ハービーの羽ぼきが出たらとりあえずやとりあえず、ハービーの羽ぼき出たら、うん。嬉しいですね。ちょっとじゃあ1個ずつ選ぼうよ。さっき選んでいいで。さっき選んでいいで。じゃあこれ。じゃあ俺これ。じゃあ俺さっき開けるわ。どうぞどうぞ。あ、マジハーピー出ろ。ここでハーピーのヒエログリフのやつとか出ろ。はい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 。ゼラ。ゼラ懐かしい。だってもう曲がってるもん俺の。サウザンドドラゴン。アフリックエイバーの拷問機械。あ、来た。タイガー。タイガーバックス。わあ、ブラック。これ見たことない。新しいやつ。ブラックバーニング。キラースネークのブラックマジャンガールのシークレット。まあ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 かなっていう感じですね。まあとりあえず置いときましょうか。これが良さそう。あ、でもこれ俺シークレットかなんか持っていて。当たったことあるよ、俺も。でもブラックマジャンガールじゃないと使えやんっていうのがあるわね。お、スーパーウォーライオン。はい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 。懐かしの。なんかパターン的に似てるな。なメタル化。お、お、ブラックメタルドラゴン。お、サイバーボンテージ、これはなかなかいいんじゃないですか。お、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 これは乗っかってるだけの、乗っかってるだけのあのファイブゴッドドラゴンしか倒せやん、うん、さあ何が来るか、うん、あ、これ城之内くんの、うん、ギルホード・ザ・ライトニングと、あああいや、どうやろうな、どっちが引いた方がいいやろなじゃあいや、まあとりあえず俺開けよう。俺買ったやつだし、これ。最近のプライマルオリジン、ダイが買ったやつだけど、これ俺買ったやつだから。俺もその見せ方にしよう。こう、縦に。万能地雷、グレーモヤ。まあ、この辺はね、気まぐれの女神。うん。懐かしい。うん、懐かしいな。鎖付き文明。こっからね、じゃん、サイバーモンで。いや、緑レイ食ったから若干、あ、緑レイで、緑レイで。お一緒のサイコロ、城之内くん。これは融合。あ、融合か。融合と DD アサイランド。まあまあまあ、融合は、まあ、いつでも使えるカードやからね。割といいんじゃないですか。しかもシークレット仕様っていう、ね、うん。
なかなか綺麗。まあこれは若干あれかな、そうですね、これは300円で買ったからな、うん、乗っかってるだけのがちょっと当たって嬉しかったぐらいかな。これを900円で買ってって言われても嫌ですっていや乗っかってるやつもつけるからさ乗っかってるやつつけてくれても嫌ですっていうレベルの、まあ、これはまあまあね、初めの、ああそうやな、初めがちょっと強すぎたよな、ちょっとな、飛ばしすぎな感じが、うん、飛ばしすぎたな。これはまあ、これはもうここに置きましょう、うん、はい、はい、では次は、さあ次これやな、シークレットエボリューション1個お前の新しいだよな、純最新だ、純新作みたいなやつやね、これこっから、各スーパーレア以上にシークレットレアが存在するようになったので、おうおう、高いものはすごい高いです、うん、マジでな何が当たりなん、おペンデルムドラゴンな、これは当たらなくていいです。あ、そうなんや。ネクロスの、うん、グングニールのネクロスやったかな。ちょっと、うる覚えなんですけど。おうおうおう、それの宿が初動5000円を。お、マジで超えるっていう。そんなに、ちょ、待ってよ。え、とりあえずじゃあ。今のは引き分けぐらいはな。正直、正直引き分けぐらいやな。じゃあ次、じゃあいいよ。あ、じゃあ俺これ3パック。うん。じゃあ俺これ2パック、じゃあ、じゃあ先。じゃあ先どうぞ、先どうぞ。なんやろ、これすげえ楽しくなってきた。いや、俺なんか当たってないねんけどな。いや、違うよ。お前プライマルオリジン全部お前らやから。お。インフェルノ、うん、インフェルノ。それ見たことあるな。ああ、見たことあるな。はい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 。アンプリファイヤー。光らず、あもう一回光ったから大丈夫そうそうね、ごめんな、あのノーマルレアがいいんやろこれ、あのなんかよくわからんやつ、ノーマルレア、なんかノーマルレアいいって言ってなかったお前記憶にない値段上がってるっつってお前なんか買いまくってたやん、クリフォートジゴバイト、もうこの時点で光ってないもんな、光ってませんあれこの前ニコニコ動画で引き終わって書かれる大括弧引き終わって書かれるやつ、もうこれがやりたくて仕方がなかったな、ビデオカメラ買ってもらったからな俺わ買いました、魔法力光らず、うーん、まあ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 、これがねそれなりに強い、アンフェルノイドベルフェブル、もう名前ギリギリすぎて若干炎にかぶってるんで大丈夫なんそいつ、若干いいんじゃないかな。マジで。ちょっと俺負けていくよ。俺負けていくよ。もうでもちょっと終わりが近づいてきてるやな。あ、ジゴーバイト。ジゴーバイト。あ、リゲルや。リゲル好きやからいい。テラナイト使えからね。はい。まあもうこの段階でもうなんもないかな。あ、お、レイドラプターズ最近。レイドラプターズ。なんかちょっと押されてるよね、最近、レイドラプターズ。アニメで大人気、レイドラプターズ。うん、なんかあの今度なんか漫画のおまけにもまたレイドラプターズついてくるって話やん、本当にいやらしいですよそうなん、買わんとあかんからあ、ん？当たりじゃないんじゃない？もう、うん、もう見えてやめろよここに、あーもう、あーまあまあまあレイドラプターズやからよし、まあ、これはあれやな、うん、もうどうしようもない、広げて見せるほどのもんでもなかどうしようもないな、はい、ラスト5つ、もう最初ちょっと良すぎだよ、俺舐めてかかってた、あのコンビニ100円マジでじゃあトーダスから、はい、俺じゃあ3ついくで、3ついくで、カーステル、カース、俺これはもうシャドルフュージョン、シャドルフュージョン、シャドルフュージョンかな、まあ、カステルでも俺はいいけどシャドルフュージョン当てたいね、はいはい、俺の大好きなデネブホロー、あーこれ全然当たらんかったやつ、ドン電池面角型ドン、おアルタイル、単品買いしたアルタイル、単品買いしましたよ僕はもうアルタイルをもうこいつ俺4枚目か5枚目ぐらいよ、俺これだけはめっちゃ買う、これ以上で120円で売ってるやんって、なんでか分からんけどこれだけ嫌われてこれだけ120円で売ってるやん、なんでか分からんけど、おおちょっと待って、なんか光り方が、でもなんか青いからな、もうすでに、ああもう青いやつはダメや、あダメなやつです、ダメなやつです、やめろよお前、サイラいいやろ俺のネクロスのトバッチ食らって機能しなくなりましたやめろよ、光ってたやつは許せよお、シャドール、シャドール、はい、ベイガン、はい、ここ、はい、ああ、ないな。ああ、ある来た。魂のカードが。魂のカードが。俺の魂のカードが。やった、この新しいやつにしよう、俺。
はい。じゃあ、あともう、あと2つやで。シャドルフュージョン頼むで。シャドルフュージョン。こっちに入ってるんじゃないでしょうか。スローで、キチガイです。キチガイカード。はい。そこやで。あ、来た来た来た。一番嬉しいカードや、それ。道具な。一番嬉しいやつですね。一番嬉しいやつ。俺すでにもう3枚持ってるから。ラストやで。ラストやで。ラスト。あーはいはい。ヘブノシスだ。いい流れ、いい流れ。はい、ウラノス。そこやな。ちょ。あ、一番下が白い。一番下が白い。え、白で何かあったっけ。白何あるじゃん、あの、ライオンみたいなじゃん。あー、個人的にかなり嫌いです。気持ち悪いです。お前、支援が入りすぎててカードに。いや、どう？これは一番初めにいいのを引きすぎたせいで、うん、ちょっとね、気持ちが。そうやな。うん。うん。うんって感じやな、この。最後にシャドウリフュージョン入ってて、やったーで終わるパターンやと思ってたんやけど、今日の引き的に言うと。まあ、当たりはあれっすか。もう、当たりは、銀河戦士。ギャラクシーソルジャー。これがもうぶっちぎりの当たりやと思います。あとは、まあ、そこそこ。まあ、UFO の軸が当たったんかもしれない。こっちは、うん、絶対入ってるやつやから。うん、まあ、そうやな。うん、アーティファクト・デュランダルは俺すごない？俺、レリーフ2つ引いたで、今日。お前、1個も光ってないやん。え、俺引いたよ、小福。あ、小福だけやろ。うん、ギリギリ。ラストチャンスで。俺、レリーフ2つ引いてん。いやー、どうやろ。総合で、どうなんやろな。どんくらいなんやろ。え、900円と、あれ3つで900円やんか。武藤遊戯3つで900円。うん、900円。うん、で、あと、5個やから、5つやから、シークレットと、あれ、シークレットオブエボリューションが 150×5 やから、750円。だから1650円と、これ120円が5個やから600円。3200円ぐらい。3200円使って、うん。まあ、これはなかなか、いいんじゃないでしょうか。の割となんかまあこれこの辺はなコメントしづらいカードもいっぱい入ってるけどまあハーピーレディはね最近なんかちょっと押され気味な感じがするんで、うん、攻略本についてましたしね攻略本についてたしね、うん、買えないんですけどね攻略本が全然売ってないよね全然売ってない俺普通に攻略本の方欲しいのに売ってないのあれは悔しいな。まあ、ってな感じで、まあ1回目はまあなんか雑多なやつを開けたんですが、今度はもうちょっとなんかまとまったやつを開けてみたいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。